こんにちは、北斎です。皆さん、食べ物は何が好きですか？僕はラーメンが好きです。今日のお昼ご飯はこちら、熊本ラーメン名店大黒というラーメンを食べました。めちゃくちゃニンニク臭いです今。そんなことは置いておいて、今日は自宅で楽しくトレーニングできる最新のアプリを発見しましたので、皆さんにご紹介したいと思います。フェンシングの練習にもきっと役に立つと思いますので、ぜひ今ご覧の皆さんも試してみてください。それではご紹介します。ご紹介するのはこちら、アクティブアーケードというアプリケーションです。アプリを開くとたくさんの種類のゲームがあります。今回はいくつか試してみます。まずはリアクションフローというモードです。この赤い画面の中に収まるように自分が入ると、 In reaction flow, hit the virtual targets in the proper order as quick as you can. 始まります。 Longer streaks will increase your level and score more points. お、このように1,2,3の順番でタッチすることによって得点がどんどん入っていくシステムになっております。間違えるとマイナスに点数が入ります。この動きをフェンシングの動き、アロンジブラで試してみてもいいんじゃないかなと思いました。はい、347点でした。これがいいのか悪いのかちょっといまいちわからないですけれども、次のモードに行きたいと思います。次はスピードステップストライクというモードを試してみます。 In speed step strike, move your feet in an in and out pattern to trigger virtual targets to appear. Hit the targets as quickly as you can to score points. このように足を開閉させながら動きながら、先ほどのように点数をタッチしていくゲームです。壁に気をつけてください。後ろの人形はラグビーワールドカップのマスコットキャラクターベンジー君です。足の動きが見えないとカウントされないようですね。結構苦しくなってきました。壁が近いので突き指しないように気をつけてください。皆さん、開閉しながらやるときついですね。63点、いまいち良くない気がします。ゴールキーパー3,2,1。次はゴールキーパーになった気分でやってみます。このように向かってくるボールをタッチ、受け止めると点数が入ります。フェンシングのファンデブまたはアロンジェブラなどで試してみても面白いと思います。反応できてないですね。球技苦手なんですよね僕。ほぼ PK の距離なので予想した方がいいかもしれません。25点、苦手です。 In speed step math, move your feet in an in and out pattern while doing your best to answer the math questions by hitting the correct virtual targets. スピードステップマスやってみます。動きながら計算問題を解くというモードです。これは非常にいいんじゃないかなと思います。実際のフェンシングの試合でも、動きながら考えることって多々ありますので、
非常に役に立つモードなんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん試してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回はアクティブアーケードというアプリをご紹介させていただきました。今回の動画が面白い、役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた。